ハトモユのモユルラジオ。ラジオの向こう側の皆さん、こんばんは。改めモハユ。深夜24時を迎えたシンデレラタイムのこの時間、ハトモユのモユルラジオン、略してモユラジの時間がやってまいりました。この番組ではアニメ、ゲーム大好きなシンガーハトモユがお届けするアニメカルチャーに特化した音楽ラジオ番組となっております。皆様からのお便りのご紹介、リクエストコーナーを交えながらのんびりとこういう30分間を過ごしていけたらなと思っておりますよ。ハトと一緒に深夜のモユル届きを過ごしませんか。はい、というわけで改めましてモハユー、ハトモユでございます。第113回目の放送がスタートいたしました。いやー、前回は大変お騒がせいたしました。非常にですね、ツイッターの実況も見ていたんですが、嘘だろみたいな感じの展開だったので、ちょっと皆様を大変驚かせてしまったかなと思っていたんですが、たまにはああいうのもいいんじゃないというお声もいただきましたので、たまにああいうこともやっていこうかなと思っております。今回初めてボイラジを聞いていますとか、前回ちょうど聞いていませんという方は、 YouTube にアーカイブ上がってますので、何が起こったのかを本当に冒頭10秒とか15秒とか聞けばなんとかなると思いますので、よろしければ聞いてみてください。ということはさておき、2月に入ってしまいましたね。実感がなくてですね、スタジオに着いて、いつもこうマイク前に座ると目の前にカレンダーが貼ってあるわけですよ。でそのカレンダーがにゃんこちゃんのカレンダーで、かわいいなにゃんこって思いながらカレンダーを見てたわけですよ。でまだペリペリってめくってなかったから1月のカレンダーだったわけで、私はめちゃくちゃ1月の気持ちでいたんですよ。まだだけど収録に来てるってことはさ、第1週目の金曜日がやってくるということでございますよ。矛盾してるわけね、その時点で。なんだけどまだすっごく1月な気持ちなの。まだもうこの放送してる時は2月入ってるんですよ。入ってるのに全然私の気持ちはまだまだ1月で止まってるわけ。なんなら中盤ぐらいで止まっているんですけど、というのもね、体調崩したりしてたからさ、こう飛ばしきれなかったわけですよ1月も。私の悪い癖でさ、結構こう自分の限界を突破することに喜びを感じるタイプの人間だから、それができないと不完全燃焼がすごくてですね、まだ私は1月にしがみついていたいなと思っているんですが、まあそうも言っていられないので、モイラジのね2月の第1週目の放送をしているわけでございますが、ちょっとみんなに聞いてほしいことがある。何かと言いますと、今日金曜日の一応24時に放送してますので、2月の3日の24時に放送しているわけです。で日付が変わりましたので2月4日ではあるんだけれども、スタートは一応2月3日なんですよ。2月3日って何の日かご存知ですよね皆様。そうですよ、節分なんです。そう、イベントだったんですよ。私全然覚えてなくて、前回の放送で燃え尽きたわけです、きっと。だからこの先のイベントはあるじゃないですか。その翌々週ぐらいにバレンタインデーがあるわけですよ。もう私の気持ちはそっちに行ってるわけ。気持ちは1月にしがみついてるのに、イベントはバレンタインしかないと思ってたわけですよ。そしたらさあ、ったんだよというね、本当に悔しくてですね、今マイクの前で、2月3日ってさ節分じゃないですか。鬼退治ですよ、鬼退治だよ。こんなにぴったりな題材あるって思いません？そうですよ、鬼滅の刃ですよ。もうね、頭を抱えておりました。でいただいたお便りの中にあったの、あるんです。で原稿も作ってある
るのなんだけど、それを入れると絶対に時間がオーバーするんですよ。だから今回は諦めてしまいました。もう悔しすぎてどうしようと思って、このまま一旦帰ろうかなって思ったぐらいには割とショックを受けていてですね、ショックを隠しきれない私ハトウでございますが、まあ変わらずね放送はしていこうと思っております。あとこれすごいふと思ったんですけど、5年間ぐらい放送してきてね、冒頭の挨拶は基本的に変わってないわけで、毎回自分の放送を聞き返して思うんだけど、後半さ倍速で喋ってるぐらい早いわけ、私のおしゃべりがですよ。だからさ、最初のんびりと濃ゆい30分間って言ってるけど、全然のんびりじゃないなって思って、ちょっと変えようかなと思ってるんですが、今更だなとも思って、今日はちょっと挨拶をしたという本当に余談の余談をぶち込みながら、今宵も私と一緒にちょっぴり夜更かししていきましょう。あー本当に悔しい、どうしよう。あ、気持ちを切り替えていきますよ。今宵も私と一緒にちょっぴり夜更かししていきましょう。みんなに知ってもらいたいおすすめ作品。はい、こちらのコーナーではリスナーの皆さんからいただいております、自信を持っておすすめできるぞというおすすめ作品をご紹介していくコーナーでございます。今宵は一通ご紹介してまいりたいと思いますよ。ラジオネームロバーブルエミーサーティーンさんからいただきました。ありがとうございます。この方はですね、外国の方なのでございますよ。日本で放送しており、なんならオールジャパニーズでお届けしておりますハトウモユのモユルラジオンなんですが、それでもやっぱり日本語の勉強をされてるみたいで、メッセージも送ってくれるし、こうやってお便りを送ってくださるわけですよ。本当にありがとうございます。ということでご紹介していきましょう。ハトウモユさん、こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。私のおすすめのアニメを紹介します。ということで今回いただいておりますのが、新機動戦機ガンダムウィングということでいただいております。ありがとうございます。すごいですよね、私本当に英語が苦手なので、リプライとかいただく時も本当に必死になって英語を調べながら書いているんですが、こんなに悠長に日本語でお便りを送ってくださるって素晴らしいことですよね。本当にありがとうございます。はい、ということで今回ご紹介していきますのは、新機動戦機ガンダムウィングでございます。こちらの作品はサンライズさん制作のテレビアニメシリーズとなっておりまして、ガンダムシリーズでは通算の14作品目となっております。1995年4月7日から1996年3月29日まで全49話が放送されておりまして、略称は GW となっております。非常にガンダムウィング人気な作品なイメージが私はありまして、私生まれてないんですけど、この時にね、やっぱり私と同年代のお友達とかはもちろん生まれてないんだけど、その前のガンダム作品でやっぱりガンダムウィングが好きっていう人がすごく多いんですよ。私たちの世代でいくと、ガンダムシードだったり、シードデスティニーだったり、ダブルオーだったりってところが結構コアなところになってきていて、私も物心ついた時に初めて見たアニメ作品というか、自ら追っかけた作品っていうのはガンダムシードデスティニーとかあの辺なので、その辺がやっぱり私はすごく見てたんですけど、その前後で言うとやっぱりガンダムウィングとかも非常に人気なので、見たことある方も多いのではないでしょうか。でこちらの作品は、まあ、ガンダム作品っていうと基本的に男性のファンが多くて、こうモビルスーツが好きとかプラモデルが好きとか、そういうものが好きっていうロボットイメージが非常に強いので、女性は軽視しがちなんですね。なんですけど、そういう女性もターゲットに含めた作品がこのガンダムウィングとなっておりますので、主人公も非常に美少年でございますし、だからこうここからやっぱり女性のファンが増えていったっていうのは、このシードだったりディスティニーだったりダブルオーだったりっていうところにも結構こう色濃く反映されているといいますか、女性も含めてガンダムを楽しんでもらうっていうのが入ってきたのがちょうどこのガンダムウィングぐらいだったと私は認識しております。
そしてアメリカで初めて放送されたガンダムシリーズ作品にもなっておりまして、非常に世界的に受けるキャラクター設定だったりっていうのが練られているそうなんですよ。だから数あるガンダムシリーズの中でもおそらく一番放送された国の多い作品だと認識しております。だから多分この今回お便りくださいましたロバーブルエミー13さんも外国圏の方なので、そこで放送されていて見たのではないかなと私は思っております。でこちらの作品のあらすじがですね、やっぱりガンダム系統なので非常に難しいんですが、ちょこっと説明しようかなと思います。AC195 年、宇宙コロニーは武力によって10日間に収めようとする地球統一連合に対し、 MS ガンダムの降下作戦オペレーションメテオを決行する。ガンダムパイロットの一人ヒーロユイの姿を目撃してしまったことから、リリーナ・ドーリアンは運命の渦に巻き込まれることとなります。ヒーローと同じ目的である4機のガンダムパイロット、デュオ・マックスウェル、トロア・バートン、カトル・ラーバ・ウィナー、チャン・ウーフィーはそれぞれ引き寄せられるかのように接触する中、秘密結社オズの総帥トレーズ・クシュリナーダの罠によって連合の和平派を一掃してしまいます。この事件をきっかけにオズは歴史の表舞台へと躍り出るのであったという作品のあらすじになっているので、ちょっとやっぱりとっつきにくい部分はあるのではないかなと思うんですが、ガンダム作品は割とね出てくる言葉が専門的なのでちょっと難しいかなと思うんですが、最初から追っていくとちゃんと見れると思いますし、まあ、説明はねなかなかしてくれないというか、だいたいこう組織の名前が難しいだけなので、そういうのはおいおいこう何度も何度も見ていったりとか時折調べながら見ていくと非常に面白いので、ぜひぜひ皆様も見ていただけたらいいなと思っております。ということで今回はガンダムウィングから楽曲を2曲ご紹介しようかなと思っております。やっぱりね不朽の名作なだけありまして、もゆらじでも楽曲ご紹介したことがあるものもあるんですが、やっぱりせっかくなのでご紹介していこうかなと今回は思っております。ということで早速1曲目ご紹介していきましょう。トゥーミックスさんでジャストコミュニケーション。はい、トゥーミックスさんでジャストコミュニケーションをお届けいたしました。この楽曲がですね、以前お便りをいただきましてもゆらじでもご紹介させていただいたんですが、いいよね。この私もねちょうどこの近辺に生まれておりますので、こうこの時代の楽曲とか聞くと懐かしい。まあでも生まれてねその当時にすぐに聞いてるわけではありませんので、やっぱりもうちょっと後になってから、まあ、自分の生まれた年代の楽曲を聞くわけですけど、やっぱいいなと思うわけでございますよ。いいですよね。なんだろう、この定期的に聞きたくなる感じ。朝とかさ、やっぱりこう私すごく苦手なんですよ。しかも今なんて冬だしさ、寒いしさ、起きたくないなとか気分がちょっと下がったりするわけですよ、寒いしね。なんですけどやっぱりこう朝起きてちょっと気分上げたいなとか思った時にやっぱトゥーミックスさん聞きたくなって、私実はもう一曲トゥーミックスさんの楽曲本日お持ちしているんですが、そっちの方が実は好きで結構朝とか聞くんですよ。こうルンルンで歩けるというかテンションが上がりますので、もう次の楽曲もね楽しみにしていただけたらと思いますが、お届けいたしました楽曲についてちょこっと説明しようかなと思います。先ほどお届けいたしましたジャストコミュニケーションはトゥーミックスさんの1995年4月29日にリリースされました1枚目のシングル楽曲となっております。トゥーミックスさんは声優である高山みなみさんと作詞家の永野椎名さんによる2人組の音楽ユニットとなっておりまして、お送りした楽曲はテレビアニメ新機動戦機ガンダムウィングの前期のオープニングテーマに起用されていた楽曲でございます。なのでやっぱりウィングを見始めたらこの楽曲でスタートするわけでございますよ。やっぱりねガンダム作品のオープニングテーマはやっぱオープンエンドともにね長くなりがちなので途中で変わったりするんですよね。でもやっぱり一番最初に流れたオープニングテーマが
その作品のイメージに直結すると思っているので、ビングといえばこの曲と私は思っているので、今回まず1曲目にこちらの楽曲ご紹介させていただきました。ちなみにモイラジでちょこちょこっと出てくる、話題に出てくるものなんですが、2019年の3月1日にソニーさんのアニメソングの人気投票キャンペーンが行われまして、そちらが平成アニソン大賞というものだったんですが、そちらの声優ソング賞、1989年から1999年の間のものに選出もされております。なのでね、やっぱり当時そんなに声優さんソングってメインにあったわけではないような印象が非常にあるので、やっぱり今よりはね、アニメソングを歌う人ってやっぱりアニソン歌手の方がいらっしゃるっていうイメージの方が強いので、こういう声優さんと作詞家さんとのユニットみたいなのも非常にいいなと思っているので、ぜひぜひ皆様気になりましたらフルコーラスで聴いていただけたらいいなと思っております。ということで続きまして、私はこちらの楽曲が非常に好きなのでございまして、今回これは絶対流したいなと思って持ってまいりましたよ。それでは2曲目お届けしたいと思います。 TOMIX さんでリズムエモーション。はい、トゥーミックスさんでリズムエモーションお届けいたしました。今回はせっかくなのでフルコーラスでお届けいたしました。すごい好きなんです、この楽曲の最初のテンポ感もいいですし、やっぱりさ、あの高山みなみさんの歌が素晴らしくお上手でございまして、本当にリズムエモーションを感じる楽曲なんですよ。だからね、やっぱり朝とかテンション上げたい時とか、なんか頑張りたい時に私は非常に聞くので、皆様も今回フルコーラスでお届けいたしましたが、気になった方はご自宅でね、あとあとちょっとゆっくり聞いてみようかなという方もいらっしゃるかなと思いますので、ぜひぜひ聞いてみてください。ということでこちらの楽曲はですね、1995年の11月22日にリリースされました TOMIX さんの2枚目のシングル楽曲となっております。テレビアニメの新機動戦機ガンダムウィングの後期オープニングテーマに起用されておりまして、第41話から第49話にかけて使用されておりました。使用期間は少し短いんですが、やっぱその中でも結構この TOMIX さんの良さというか、すごく好きだなって思うんですよ。なのでぜひぜひ皆様、この楽曲を好きになってもらえたらいいなと思っております。ということで今回は新機動戦機ガンダムウィングについてご紹介させていただきました。お便りをくださいましたロバーブルエミーサーティーンさん、ありがとうございました。以上、みんなに知ってもらいたいおすすめ作品のコーナーでした。ハトモユにモノモノ。はい、このコーナーは私ハトに当てられましたメッセージをドドンとご紹介するコーナーとなっております。今宵はいつご紹介しようかなと思っていたんですが、前回ね、いろんなことに気を取られすぎましてご紹介し忘れてしまったんですが、いちかうらら FM 宛てに、私宛てに年賀状をいただきました。ありがとうございます。こちらも少しご紹介しようかなと思っているんですが、ハトさん、明けましておめでとうございます。昨年はリアルタイムで聞ける時が少なかったですが、今年は多く聞きたいです。ツイッターでガンガンとコメントしたいです。リプライいつもありがとうございます。今年も元気にお過ごしくださいといただきました。セントラ GTS さん、ありがとうございます。なんかやっぱ嬉しいですね、こう電子でメールをいただけるのも本当に私は嬉しくてですね、毎回毎回励みになっていて、原稿もやっぱそれをベースにやっておりますので、それがないとハトモユのモユルラジオンは頓挫してしまうわけでございます。でもそれがさ、かれこれ5年ぐらい続けられているということは皆様のお便りがあってからこそなのでございます。普通おたも本当に嬉しいんですよ。ありがとうございます。ということで気を取り直して、今度はハトモユにモノモースに当てられたメッセージをご紹介しようかなと思います。ラジオネームリンギョさんからいただきました。いつもありがとうございます。ハトさん、もはゆーもはゆー、ついにこの挨拶を言えるようになりました。今まで気恥ずかしくてなかなか言えませんでしたが、いや、いいんですよ。このもはゆーもね、皆さんとこうリスナーさんといろいろ相談をして決めた挨拶になりますので、ぜひぜひ気軽に使っていただけたらいいなと思います。
最初にお便り送ってくださる方はやっぱりもはゆ言いづらいみたいなので、なんだかお便り送ってくださる方が徐々にもはゆに移行していくので、私も最初はちょこっと恥ずかしかったんですが、最近はこれがないともゆらじやってる感じがしないので積極的に言っていこうと思っております。はい、ということでお便り続き読んでいきましょう。さて今回はいらない奇跡ではなく、ただのだらしないストーリーです。そうなの？秋口から職場の町に引っ越して社宅住まいをして復帰訓練待ちの状態でした。まだ給食扱いだし、そんなに金持ちではないため遊びに出歩いたりせず、ヒグマのように食べ物のために外出しては引きこもる生活をしていました。療養中だった実家では最大半年で30キロも太る偉業を成し遂げ、なんとか引っ越し前に10キロ痩せたのですが、運動しないせいもあってそこから体重が変動せず、ヒグマ化したままで日々を過ごしていました。あら。そして職場復帰訓練が近づき、そういや作業服入るのか問題が浮上。戻ってきた段階で返されると思っていた作業服は自分から言わないと戻るシステムと知らずに年末に慌てて回収。そしたら案の定入らないんですよ、ズボンが。もともと60キロ前後の時に採寸したやつだから入るわけもなく、食事制限と筋トレを急遽始めるも大差はなく、で当日の朝飯を抜いて水分補給を少しだけして腹筋の頑張りとパワープレイでチャックとベルトを締め、なんとか出社できました。前日に必死にやったアイロンがけの甲斐もなく、わしゃわしゃの状態だったのをからかわれ、バナージの真似をしてこっちだって必死にやったんですよと訴えたかったです。多分通じないけど、皆さんお腹の脂肪はマジで取れないので体調管理に気をつけて、自分は大きいサイズのズボンが届くまでパワープレイが終わりませんというお便りをいただきました。ありがとうございます。30キロってすごいね。でもそこからすぐに10キロ痩せたっていう方がすごくないって思う。なんかさ、100キロ超える人は天才だって言うじゃないですか。だから太るのも才能なんですよ。でさらに太る才能もありながら痩せる才能もあるから、林業さんはすごいわけです。すごいですね。でもでこのパワープレイも、でもさ、普通だったらこのパワープレイもできないですよ。私できないと思うもん。後半絶対諦め入るでしょ。いやもうここまで来たらもうねえみたいな、諦めてそれに似たズボンを履いていくかもしれない、私だったら。だからそれがちゃんと入ったのがすごいんですよ。素晴らしい。だからね、多分林業さんなんか多分これお便りいただいたのちょこっと前だったので、今はあの復帰訓練がっていうお話もちょこっといただいたので、多分もうちょっと後になっていると思いますので、今とはちょこっと変わっているのではないかなと思いますので、今のご状況もなんか個人的に聞きたいななんて思います。林業さんのね、プチ奇跡みたいなのとか結構こういう普通オタ私大好物なんですよ。まあ一応ね、アニソン番組だからアニメとかゲームについて私ハトおしゃべりするんですが、もともとお昼の番組だとくだらないお話ばっかり私はしておりましたので、だって半分ペヤングの話とか、なんかそういう話しかしてないんですよ。スキヤの話とかそういう話しかしてないので、私どっかでね、またね、こう私がただ単に喋るっていうラジオをやりたいなって思ってるんですよ。だからこういう普通歌またまたぜひぜひ送ってください。聞いてくださってる皆さんもぜひ送ってくださいね。風邪ひきましたとかでいいんですよ。そしたら私が励ましますから、そういうお便りだけでも全然大丈夫なので、ぜひぜひお便りお待ちしております。ということで林業さん、お便りありがとうございました。以上、ハトをもゆに物申すのコーナーでした。もゆのもゆるラジオンではお便りを24時間年中無休で募集しております。お便りフォームは市川うらら FM の公式ホームページなどに貼ってありますので、そちらからお便りお待ちしております。ということで今回ゆっくり喋ろうと思ったのに、後半やっぱり早くなるというのが私ハトのラジオの特徴といいますか、30分一発撮りだからさ、基本的にもう時間があーってなったらもう後半がこうなるしかないんです。ということで次回はもう少しのんびりとさらに濃ゆいものでお届けできたらいいなと思っております。次回放送もお楽しみ。
この番組は私ハトムユが毎月第1第3金曜日の深夜24時から30分間お届けしております。アニメカルチャーに特化した音楽ラジオ番組となっております。次回放送は2月17日を予定しておりますので、また皆さんとこの時間を過ごせることを楽しみにしております。それでは皆さん、いい夜を。またねー。